自殺するタイミングって割とものすごい落ちてる誰がどう見ても鬱みたいな人よりも軽い鬱の人の方が自殺しやすいというのは僕の周りで何人か自殺した方いるんですけど、今日はですね、女優の竹内結子さんが亡くなられたことに関してお話をしたいと思います。非常に残念なことだし、僕も大好きな女優さんで、蘇りとか今会いに行きます、ちょうど僕らの世代というか、素晴らしい映画に素晴らしい演技をされてた方だったので、訃報が飛び込んできた時本当に信じられないっていう形で、一度離婚されてまた新しい方と結婚されて、まだ子供が生まれたばっかりということで、本当に残念です。私一回だけですね、お会いさせていただいたことがありまして、今会いに行きますっていう映画の試写会を見に行かせていただきまして、音楽にもう最後のオレンジレンジさんの花っていう音楽が流れて、エンディングでちょっと涙してたら、突然カメラがやってきて、俺さん今の感想を聞かせてくださいって、その時にとっさに今一番大事な人と見に行ってくださいっていう言葉を出したんですけど、そしたらそれが映画のプロモーションの CM に使われて、結構たくさんの人たちに見られたようなんですけど、それをですね、竹内結子さん見ててくださって、フジテレビかなんか、まあ当時まだフジテレビ出れたんですけど、その番組のステージ裏かなんかでたまたますれ違ってお声かけていただいて、俺さん本当ありがとうございましたって言われて、あの映画のプロモーションのことなんだと思って、あや、こちらこそっていう話をした。それだけしかお会いさせていただいてないんですけど、非常に素晴らしい気配りのできる方で、本当、惜しい人を亡くしたなっていうふうに思います。前もですね、三浦春馬さんの時にもですね、動画撮らせていただきましたけど、自殺するタイミングって、割とものすごい落ちてる、誰がどう見ても鬱みたいな人よりも、軽い鬱の人の方が自殺しやすいというのは、僕の周りで何人か自殺した方いるんですけど、まあ、割と共通して見られる見解で、あの時もとある作家の方が自殺サバイバーの人の取材をして分かったこと、みんな口を揃えて、あの時助かってよかったですって言うらしいんですけど、その話ですね、つまり軽い鬱の時って自分が鬱であるって自覚症状もないんで、例えば友達とお酒飲んだり歓談したりとかした後にですね、一人で部屋に帰ってきて、ふと自殺すごいしたくなる瞬間があるんだそうです。そういった時についつい首をつって、誰も助けに来てくれなくて亡くなるっていう方が結構多いらしいんですけど、ちょっと落ち込んでる方をですね、身近でですね、いろんなトラブルがあったりとかして落ち込んでる人がいたらですね、ぜひその人たちをもうほんとずっとできるだけ見守ってあげてほしいなと思うし、言葉をかけるでもメッセンジャーで連絡をするでもいいんですけど、励ましてあげてほしいなと思います。そして自分がすごい軽い鬱であるっていう自覚がある人は、ぜひ心療内科とか精神科医のカウンセラーさんとか、そういったところに相談に行ってください。ポジションにいた時にですね、落ち込んで、もちろんポジションは自殺とかできるような場所ではないし、別に自殺するつもりになったわけではないんですけど、誰にも人に会わせてもらえないっていう状況で落ち込んでた時に、精神安定剤を初めて処方してもらったんですけど、薬の力に頼りたくないっていう人も多いかもしれないですけど、頼れるものがあったら自殺するよりも薬に頼ろうと、絶対そっちの方がいいと思います。軽いうつであれば別に依存症になるわけでもなし、頼れるものがあるんだったら薬でも頼りましょうというのをぜひこの機会に訴えたいなと思います。まあ、あとは多分新型コロナウイルス騒ぎでたくさんの人で集まるのはダメだとかですね、もうそもそも人と集まって居酒屋に行くのはダメだとかですね、もう周りの目、多分特に芸能人の方はですね、そういった意味もあり、僕のあの餃子屋じゃないですけど、結構好奇の目で見られるんですよね、有名人の人って。だから目の前で店主にお前めんどくせえから帰れって言われたら、周りの客の目とか、うん、すごいですよ。そういうのも含めて本当にコソコソしながら外に外食する、もう本当何ヶ月か前か、外食してるだけでも盗撮されて、週刊誌にマナーモラルがないと叩かれたりとかしてたんでしょうけど、そういうのも含めてすごく生きづらい世の中になってると思いますので、こういったものもですね、ぜひ是正してほしいな。非常に残念なことなんですけど、こういったケースをですね、きっかけにして少しでも多くの人たちが、周りの人たちに寛容になれるような時代が早く来るといいなというふうに思います。多分人間の心が怖いんだと思います。ぜひそういったところも考えてしていってほしいなというふうに思います。以上です。